さあね、スピリッツいかがでした、柳原さん。今かい今かい、え、遅いわお前ら。生放送で無視する尺超えてるわ。初めてや。え、40分って え紹介してなかったっけ。あれ、してないよ。え、ゴージャス するって言ってなかった、してなかった、あれ、どっかで将来してなかった、お前らよ。え、私じゃなかった、あれ、いや台本、あれ、あ、違うやんけ。いや、ごめん、すいません。お前お前空気のような存在ってそういう意味ちゃうぞ。ごめん。いや、でもなんか安心感はあるなと思って。そうこの映画安心感あるなずっと思って普通に感じてた。ごめん、うん、俺ほら MC とかそんなに得意じゃないからさ。ごめん。1年ほぼ書くやろ、もう。お、何回もじゃ無視しやがって、こんなんとか。もうこれ漫才始まってます。ポカポツンとか、お前、え、お前コメントなんか一方その頃柳原はとか流れとったよ。もう許してあげてくださいとか。え、あ、そう、あの子だけは俺のこと笑ってくれてた。あの子ね、あの子だけには見えとったよ。あ、ちょっとすみません、ごめんなさい。ん、あ、なんですか、リツイートキャンペーンの、うん、リツイート数が300を超えました。 ありがとうございます。300超えた。ね、リツイートしていただいた方の中から1名様にうかむちゃんを、はい、これね、こちらですね。そうですね、これプレゼントでございます。プレゼントさせていただきます。俺のやつを着るほど待てへんかったかな。これみんなリツイート300人もしてくれてるんですよ。だってすいません、ね、500リツイートも超えたみたいで。超えたらもう何のミスやねん、お前。そんな盛り上がるミスじゃないと思う、俺は。500を超えた場合はこちら。あら、あら、アイルの肉球。これ大きいんですよ、すごい。本当だ、3やのにな、3やのに。どのぐらい、ちょっと顔と比べてみよう、顔と比べてみよう。あ、大きい、ね、こちら500を超えましたら。3やけど500ね。うーん、3やけど500ね。うん、なるほど。プレゼントさせていただきますので、ショコラちゃんの手汗が、ね、ついてますね。あ、これもらえるのかな。もらえるんじゃない、もう、ね、皆さんリツイートお願いします。お願いします。あの、フォローも忘れずにですよ。フォローもね、お願いします。ゴージャスも頼むよ。はい、あ、もうフォローしてますよ、僕はね。本当にリツイートしようかな。柳谷さん、リツイートっていかがですか。うん、こぞってやるべきよね。なるほど。うん、ですね、ただいまニュースが入りました。 YouTube ライブの方が復帰しました。うわー、頑張ったな。未だにね、あのニコ生、弾き飛ばされると。ツイッチは見ていただいてたんですけども、うん、YouTube ライブの方でも、うん、ご覧になれるようになりましたんで、ぜひそちらからもご覧ください。お願いします。柳谷さん、何、ライブってどうですか。ん、ライブやっぱお客さんをね、目の前にして。ん。それでは、ケイチさん、最新ニュースお願いします。何のこと、ただの…お願いします。今、じわって汗かいた。じわって汗かいた、どういう意味。はいはい、ここからは、前回のスタードンレポートでフードファイターへの転職も考えてみた、カプコン宣伝の橋本健一がお届けする必見一押しカプコンニュースです。ラインナップはこちら。さあ、今日も4つほど、頭だけ映ってるな。はい、まずはこちらですね。あのバイオハザードが、世界初の舞台化というところで、明日10月22日木曜日から11月1日日曜日まで EX シアター六本木で公演があります。平役に矢崎宏さん、ピアーズ役に栗山航さん、クリス役に中村誠二郎さん、メアリー役に倉持飛鳥さん、レベッカ役に飛鳥凛さん、そして絵面役に千葉真一さんなど多彩な出演者による、サバイバルホラーの舞台をぜひ体験してみてください。会場で購入できる当日チケットもご用意があります。ぜひお越しください。詳しくは公式サイト確認してみてください。そして本日はカプコン TV を見ている皆さんにサイン入りポスターをいただきました。はい、ゲームでおなじみのキャラクターを演じる栗山さん、中村さん、飛鳥凛さんに加え、矢崎さん、倉持飛鳥さんの5名のサイン入りポスターです。こちらも本日のリツイートキャンペーンのプレゼントの一つとして加えさせていただきます。こちらは600リツイートを超えたら、こちらのサイン入りポスタープレゼントしますので、ぜひぜひリツイートして、ゲットしてください。
はい、ぜひ舞台もね、六本木ですのでお近くの方は行ってみてください。よろしくお願いします。さあ次のニュースです。話題のあのタイトルから最新作のあのキャラまでキャラクタースタンプが続々、追加しております。さらにスキャン機能を使えばカプコン公式イベントでスタンプラリーや限定スタンプを手に入れることもできますよ。こちら無料のアプリとなります。はい、こんな感じですね。こんな感じ。ああそうだ、ここ見える？ホロロロロホルルルルとホロロホルルが乗ってるんですはい、こういう遊びもできますのでね、スタンプで写真加工して、はい、こちらですね、無料のアプリとなっておりまして、iOS 版、Android 版両対応となっております。ぜひ試してください。詳しくはそれぞれのスターにてご確認ください。さあ、最後はグッズ情報になります。まずは、こちら10月29日木曜日に発売のアクリルキーホルダー。こちらね、いろんな種類がありますので、クロスだけじゃないんですね。アイルムラデラックスの方もあったりします。はい、で、続いて今月予約しないと入手困難なバイオハザードアパレル。ほい、結構ね、そうなんです。かっこいい、これすぐ売り切れちゃうので、結構ね、物もかなりしっかりしてていい感じなので、気になるものがあればぜひ予約してゲットしてください。さあもう1枚ありますね。はい、いろいろあります。これでサバゲーとかしたら楽しいよね。これらの商品はですね、全国のホビーショップ、家電量販店などでも販売予定です。カプコンオフィシャル通販サイト e カプコンでも購入できます。はい、e カプコンドットコムで検索してください。昔の軍人さんみたいな。おお、だいたい後ろ、アクリルキーホルダーだいたい後ろ向いてんな。じゃあ BV いきます。はい、 BV いきましょう。すごいな、自分のミスものともせえはい、最後に2016年1月21日に発売日を決定しました、うん、バイオハザードゼロ HD リマスターの PV をご覧ください。どうぞ。It was I who scattered the T-virus in the mansion. Revenge on Umbrella.The Umbrella Research Center? The first general manager, Dr. James Marcus. Impossible. But if somehow it is true, then Umbrella will be finished. What could have done this? He must have kept messing around with the mother virus. You are wasting your time. I am very territorial.You can't be serious. I have finished the research on the T-virus, but I need a little more time to complete the more powerful G-virus. Do as you wish. I will follow my initial plan and lure the STARS members into the mansion. Biohazard Zero.Hazard.